こんにちは。お久しぶりです。ちょっと足は治りましたが、めっちゃ前めっちゃ前だ。お久しぶりです。わあ、みんな久しぶりだ。すごい、みんな久しぶり。お元気お元気。お久しぶりです。わあ、初見さんもいるよ。初見さんがお久しぶり版、すごいすごい 2.5 週間分ぐらいのお久しぶり。あ、そうそうそう、なんだっけなんだっけ、そう、歌唱力もね出るからね。うわ、久しぶりだうわ、久しぶり、久しぶりしか言えない。お久しぶりすぎてこっちの目すごい腫れてるんですよ。わかりますか、このパンパン具合。こっち正常なんですけど、こっちの、あ、すごいだから今日左角度からしか喋れないそれぐらい右目すごいですよね。奇跡の初見さんの理由最近わかった。そうなんですよ、すごくないですかすごいですよね。ねえ、いや、物笑いじゃないんですけど、でもなんかね、右目がすごい今日、うん、すごいの。アイスクリームありがとうございます。ね、すごい、え、どうやって喋る？ここぐらいだったらわかんないかな。すっごい腫れてる。だからこ、すごくないですか？こうやって喋ると。怖い怖い怖い。久しぶりすぎて顔忘れるとこだった。あ、それはダメ、それはダメよ。殴られてない殴られてない。規則正しくない生活は確かに送ってた。でもね、みんな送ってたから、10期みんな送ってた。みんなね、多分ね、なんだろう、なんか遅くまで残れる子はもうずっと残ってたから、何時までとは言えないけどちょっとねオーバーしちゃってる時もあったから何時までとか言えないけどね。それでまたね、なんか、あ、確かに眼帯すればいいかな。みきちゃん寝すぎ説、あ、それは昨日だけ、昨日だけだから。なんかすごいな目が。そう、10期みんな寝てなかったよ。だからパピーも昨日かなり眠ってたらしいよ。そりゃそうだよ、パピーもねほぼ同じ時間に帰ったから。そう、パピーとね仲良くなっちゃったパピーとすっごい仲良くなっちゃった。あ、元気してたよ、久しぶり。元気してた、元気してた。15時間睡眠なんてもう余裕の世だった、本当にね。え、人間ってねこんな寝なかったらね、ねえ、こんな15時間も寝る。でも基本的にね寝れちゃう人だから全然寝れちゃう。みんなパピーと仲良くなってるねそう、みんな言うと思う、みんなねパピーと仲良くなったって言ってる。仲良くなかったんじゃなくて、あれがなかった、接触がなかった、接触がなかったんだけど。え、パピーに15時間睡眠言ったの後ろ見て、え なんというギフト、それは。ありがとうございます。脱水症状ないです。あ、全然大丈夫です。あ、パピーは五十嵐彩香ちゃんね。パピーイコール五十嵐彩香ちゃん。そう、伊藤さん呼びではなくなってはない。ちょっとそれはね難しそう。どうすればいいんかな。若いですかちょっとなんかね、若いじゃないよ、全然ゴタゴタはしてなかったね。活動はびっくりした、もう笑っちゃったよね、本当にめっちゃ笑っちゃった。ギア、え、何、最近のギフトはどんな感じなんですか。なんかすごい面白い。ギア、
そう、まだ伊藤さん、伊藤さんだけど、なんてね呼んでもらいたいとかもないからね。幽霊のギフト、幽霊、なんで幽霊なんですか。あ、夏だから、夏だからかな。そう、カツ丼はねもうみんなもらってたみんなもらってた。そう、旧期の先輩ともね接触なし。今日は幽霊の日、そうなんだ恨めし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 、かわいいギフトもありがとうございます。カツコテ、なになに、あ、かっこいいかかっこいいか、かっこいいね、オッケーオッケー、かっこいいギフトもありがとうございます。そう、ゆいちゃんだけゆいちゃんって呼ぶんですよ。で、なんでゆいちゃんだけゆいちゃんって呼ぶのって聞いたら、だってみんなゆいちゃんって呼んでるもん。いやいや待って待ってみたいな、みんなみきちゃんって呼んでるからみたいな。伊藤さんと早川さんはさん付けしたくなる。え、謎い謎い。早川さんはわかる、早川さんはもう早川さんか早川先生みたいな風潮があるじゃないですか。だからわかる。伊藤さんはわからん。え、またなんか、何これ、 何ギフト、これろうそく、ろうそくかな、ろうそく。ええ、すごい可愛いがここに来た。え、浮き出てくるせいなんですか最近は。みんな裏では伊藤さんなのかも。いや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 、それはショック、それはショックよ。あ、すごい可愛いで溢れた、すごいすごいすごい。え、待って出れる、それは。ココナさんがジュッキーはミキちゃん推しで会いたいって言ってたよ。もういつ話それ。え、嬉しすぎる。うわ、ハートも切れてる、わわわわ、すごい。ココナさん優しすぎる、うん本当にココナさんともねずっと会ってないです。でずっと会ってない。あ、アニメーションっていうのね。オッケー。あ、そうだ、あと1時間しか配信できない規定になっちゃったから、撮ったか喋ってかないとね。1時間しかないらしいよねえ。ギャーとかハートとかありがとうございますねえ。そう、嬉しい、歌唱力古畑奈央さん出るから楽しみ楽しみ楽しみ、ね、自分も出るけど楽しみ。あ、シナモンの子だ、シナモンの子、シナモンの方、シナモンボーイ、シナモンガール。あ、おお、はようございます。ジュッキーの青ガナートのショールームで言った。出てないのに、出てないのに言ってくださるとか、どんだけ優しいんですか。昨日の平通公演で古畑さんが渚の夢で好きって言って、そう、まだ見れてないんですよ、アーカイブで見なきゃ。まだね見れてないよ。今日の朝ね見ようとしたけど、何見てたんだっけな。あ、ボーイね、オッケー。シナモンくん、あ、そのそもそ、そもそもシナモンくんか。お久しぶりです、おはようございます。あ、そうだ、今日は青ガについて喋るんだ。青ガについて、なんか青ガについてね、ね、やっぱね絶対1時間超えちゃうと思う。今日は精査な感じですねいつもはどんな感じ。髪の毛伸びましたよね、前回の配信を覚えてないけど、どれぐらいの髪の毛だったか。伸びましたよね髪の毛絶対。伊藤さんの禁じられた2人はね多分見れないかな。あ、振り入れした、ん、振り入れで苦戦した曲、もう日付変更戦、日付変更戦でも一人だけだった、日付変更戦でオタオタしてたの。みんなはバージンだったんだけど、あ、バージンは確かにテンテテンテンテテンのところがすごい難しいけど、難しいけど日付変更線がねダメだった、全然日付変更線が一番テストでもダメだった、ダメダメだった。日付変更線まではもういけたんですよ、いけたけど日付変更線でうわーってなって、そっからダメだった。あ、ビーチサンダルは大丈夫、きつい、うん、きついかな。みんなきついって言うよね、バージンじゃなくてなんだっけ、ビーチサンダルは
リカちゃんがすごい言う。もうあれはしんどいしんどいしんどいってめっちゃリカちゃん言う。日付変更線どの辺の人？内緒、まだ内緒。バージンラブのサビで八丸ちゃんに打たれたいです。あ、お任せください、お任せくださいね。次は出れるように頑張るので。こんにちは、元気そうで何より。あ、元気です、元気です、元気です。レッスン頑張ってるのがすごくシュッとなってる。え、本当ですか？そうかな。あ、ゴリゴリしてるんで毎日毎日2回ゴリゴリしてるんで。トークにいてもの歌詞が混乱するとか。あ、大サビでね、ちょっと大サビがいつも戸惑っちゃう。カツ丼キャラになった五十嵐愛花ちゃん、確かにあれはもうね、どうしたんだよね、本当にびっくりびっくり。こんにちは、緑の頭髪の方。見学は行ってたよ、行ってた行ってた。もうアーシャとね、すべてが異なりすぎて顔がね、いじったレベルにね違いますよね顔いじってないけど。こんにちは、お久しぶりです。ね、いろいろあって出れなかったからね。みおちゃんがサイルームね、あれ笑った、ミキも笑った。青春ガールのセリフ言いたい。あ、まあそれもお楽しみでお楽しみで。ポジション変わるかな、多分変わんないと思うけどな。あ、確かに時計がここにあるからチクタクチクタク。そうね、テストとね被っちゃったから、めちゃめちゃいろいろ言える話ですか言えるところまでは言えます。え、なんかね、なんて言うんだろうな、言い訳になっちゃうからあんまり喋りたくないんですけど、言い訳になっちゃうからね絶対ね。もう学業もそのこっちのこともやるってなったら、自分が高校行きたいから行ってるわけだからね、そのやりたいことをやってるならね、ちゃんとやりなみたいな感じじゃないですか。みきちゃんは絶対出ると思ってた。いや、そういうね意見があるから申し訳ないんですよ、すごいすごい申し訳ない。そう、申し訳なくてね、多分ね一番泣いてたと思う、この青ヶの期間、青ヶの期間せん初日までの日、一番泣いてた一番泣いてた、ダントツに。多分誰に聞いてもみきが一番泣いてたって言うと思う。さん、ハートありがとうございます。そう、誰よりも泣いてたしね。そう、両立できなかった、めちゃめちゃ簡単に言っちゃえば。そう、両立できなくてなんて言えばいいのかな、あんまり真剣にね喋るとね泣きそうになっちゃうからね居残り面がね全員出るのがね目標だった。楽しい話を しよう。いや、青が見てて楽しかったよ。特にね、遠くにいてもダメだ、洗脳されてきてる、洗脳されてきてる。遠くにいてもあ、でもすごいいいことは、あのアナンちゃんとミクルンとめっちゃ仲良くなったもともとそれも仲良くなかったとかじゃなくて、いや、ジュッキーは本当になんか皆さんもそうだと思うんですけど、なんか2人3人3人3人みたいな区切りあるじゃないですか。多分もうね、名前言わなくても分かると思うけど、その区切りがあるみたいな感じあるじゃないですか。でも全然それをごちゃ混ぜにしても全然喋れるんですよ。あ、ミクルン、あ、そう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 、そうだから3人でねすごい仲良くなった。ずーっと喋ってたなんか
やっぱどうしても出るメンバー出ないメンバーって分かれることが多くて、でなんか落ちこぼれ3人とかそういうくくりで仲良くなったんじゃなくて、もうダメだねみたいな感じで、そういうマイナス面で仲良くなったんじゃなくて、なんか普通にポジティブな感じで、もう次一緒に出ようね頑張ろうねみたいな感じの仲の良さ、もううちらは無理だよとかじゃなくて、なんかもう3人で学校の話して盛り上がって大爆笑したりとか、そういう感じ、そう普通に仲良し子になったなんか全然もう無理だよとかじゃなくて、もうその話は逆に一切してない、無理だよなんて一回も誰も言ったことないし、あ、ファイトギフトもありがとうございます。え、15分で2000人とか初めてじゃないですか、すごい。あ、そうそう、本当にミクルちゃんは喋ったら止まんないよ、本当に止まんない、ずっと喋ってるからなんかめっちゃおもろいだからね、次は絶対出るからお待ちを。もうね、ポジションが先に決まってたんだけど、もう自分がやりたいところで、え、もう絶対出たいと思って、残った5人が予想外に強力だったから温存って声もあったぐらい。えー、そうなんだ、全然そんなことないよミキは温存でもない、全然全力でテストだやったけどダメだった。あ、おはようございます。もうめっちゃ喋った、3人でいっぱい喋った、このままご飯行っちゃうんじゃないっていうぐらいめっちゃ喋った。みきちゃんが出る DMM も絶対見るからね。優しい、ありがとう。あと、あ、そう、振りね、めちゃめちゃ話飛んでる。あの難しい曲は日付変更線で、もうテストでも全然ダメだった、日付変更線が。なんかね、石津とみおたんとポジションかぶってなかったから、もう余計出たかったんですよ、自分がテスト受かれば絶対出れたから。そうだからね、もうみおたんがね、ねもうどっから話していいか分かんないぐらいめちゃめちゃ濃い2週間だったんですよ。まず2週間っていうのがすごい短いらしくて、なんかレッスンしながらすごい結構本当に遅いよみたいな感じで怒られたから、なんだろうな、そのめっちゃ遅いからみたいな、こんなんじゃ間に合わないよってすごい言われてて、だから、あ、もう10期なんか全然ダメなんだみたいなみんな思ってたんですけど、なんか普通に2週間はないらしくて、その公演出るのに本当はもっと1ヶ月とかあるらしくて、だからその面では先生とか大人の方たちはすごいって褒めてくれた、2週間でここまでできるのは。でもなんかもっとできるよねみたいなことはずっと言われてたかな。なんか2週間はねありえないらしい、わかんないけど。そう、全然なんか2週間かなって思ってた、みんな。そう、本当に濃い2週間だった。え、コッパより濃い2週間だったと思う。みんな泣いてたしみんな泣いてた、みんな泣いてたのにその中で一番泣いてたから、すごい泣いてたよ伊藤美希さんは。でもそんなね、学校のテストがね地上でとか言ってたらもう永遠に出れないからね。マキコさんからもね、いろんな言葉をいただきました。そのなんかね、2週間がねテスト週間とテストがもう完璧に被ってて素晴らしかった、本当にこんな綺麗に被ることあるんだと思って。
そうフリーレバータイ、あもう全部2週間、もう全部2週間 MC もフリーレも、まあ、全部6つのポジションを10期全員とかじゃない、もう元々ポジション決まってました、元々ポジション決まってて6人で争う、ん ?9 人か、9人で争うっていうか大体みんな1対1の感じだった。テストの方はもうギリギリ大丈夫でした、もう本当にギリギリ、もう本当にギリギリだった、本当にギリギリ、危なかった、なんか赤点ギリギリとかもあったし、 2点とか、あと2点で、あそう英語が意外と大丈夫で、日本史全然心配してなかったけど日本史が一番危なかった。卒業できそう、多分大丈夫、そう丸かぶりになって頭割れそうというか、頭割れるっていうか入れすぎて頭めっちゃ大きくなりました、あの冗談抜きで冗談抜きで本当に頭めっちゃ大きくなった、なんかパンパンで常にあのはち切れそうなぐらい頭が張ってたんですよずっと。あでもテストあのちょっと学校行ってない日もあったからまだ全部帰ってきてないんですけど、メロンパン入るくらい大きくなってさ、あもっと大きい、もっと大きい、なんかバスケットボールぐらいね。英検2級のみよちゃんにね英語聞こうと思ったけど無理って言われたあそうみよたんとねめっちゃなんか仲良くなったとかじゃなくて、なんて言うんだろうな、仲良くなったを超えてなんかもうザ絆みたいな感じだったなんかうん、一番助けてもらったみよたんには本当に、えなんかもうありがとうとかのレベルじゃないなんかもう感謝なんて言うんだろうねみずのも、そう伊藤美希とみよたんはリアンって感じそうリアンイコール絆。あ、可愛いギフトありがとうございます。なんかね、なんだろうね、なんか今日すごい言われる、シュッとしたあ、でも確かに2週間で痩せた、 1.5 キロぐらい痩せた。あ、この配信の間にアバターが変わってる。お仕事いってらっしゃい、またね。首がすっきり、首がすっきり、白い服だからかな、なんだろう、あれめっちゃ面白かった、あのアーシャの下りアーシャの下りめっちゃ面白かった、あー風がーとか言ってあれめっちゃ面白い。あと今日ねリップめっちゃ薄いからね、それもあるかもしれない。最近は最近は薄いメイクにハマっております。なんかそもそも学校の子になんかメイクが似合わないって言われるから、あじゃあ薄付きメイクをしようと思って、そう最近はね薄付きメイクにして、いやでもあの顔でね風吹いててもすごいことになってると思う。そうすごいすごい、アーシャはすごい本当に、なんか逆にメイクね濃いとね可愛くないって言われるから、じゃあちょっと薄くしようと思って薄くしてる最近。あのニアンちゃんはねあのね寝てないのよ、寝てなくてちょっとねむくんでたの、すごい気にしてた、もう直前まで。そう全然リアンちゃん太ったとかじゃなくて寝てないの、寝てないの、みんなみんな寝てなくてなんかねなっちゃったの、もうとぜちょパッパなんかなんて言うのかな、もう寝てなかったのみんな、許してあげてね。そうでももうリアンちゃんキラキラしてた、
キラキラしてた。そう、リカちゃんね、テレビのお仕事もあるから大変なんよ。そう、みんな多分ね、大人め、高校生ぐらいの以上の子たちはね、多分みんな2時間ぐらい睡眠なんじゃないかな。違うかな、どうなんだろう、ちょっと分かんない。そう、いつもねリカちゃんまとめてくれる。難しかった。おー、なんかピカってなりませんでした今。自分だけかな。そう、最近雷にいっぱいなって困ってる。この前帰りにピカピカしてて結構本気でビビってたのに、なんかミオタンが煽ってきた。ミオタンがなりましたよね今ピカって。携帯だけだけど世の中はピカってなってない。そう、え、待って、なんで、え、怖い怖い怖い、大丈夫、携帯がピカってなる、え、なんで、電波電波、あ、課題があるのね、頑張ってね。あ、ショールームが最近重たいんかな、全体的に。会社に雷落ちまくってびっくり。死んでまう死んでまう。そのショールームが重たいんかな。確かにいろいろね機能が増えたからね、ショールーム。ちょっと頭の整理ができてないかもしれない、ショールームさんが。こんにちは、自己紹介キャッチフレーズをしていただきたいのですが。あ、はい、愛知県出身の高校3年生17歳の伊藤美希です。おはようございます。よかったらフォローお願いします。キャッチフレーズはね、なんかみんなが決まんないとなんかやれないらしいから、劇場公演で次の公演までにね完璧に決めなきゃいけないから、完璧に決めなきゃいけない。あ、ハートいっぱいありがとうございます。バブーお願いします。バブーは確か石津じゃなかったっけ。アサイリウムは紫1本です。紫1本です。2本って言おうとしちゃった。1本です、紫1本です。あの伊藤美希美希の歌っていうのは決まったんですけど、その後がねちゃんとまだ決まってないか。そう、ミレタンとカノンちゃんがね直前に言われたんですよ、やっぱキャッチフレーズなしでって。そう、その2人だけはちゃんと用意してたくて用意してて、元気してたか、元気してたよ、元気してました。ね、パピーもキャッチフレーズカツ丼でいいと思う。カツ丼いいからし、早かですっていいと思う。カツ丼入れたらいいと思う。ね、ラーメンより先にカツ丼出る、実はねカツ丼の方が好き説。そう、石津さんはねちゃんとまだキャッチフレーズ決まってないか。カツ丼大好き、俺も、五十嵐早香です。カツ丼はキャラ濃いね、そりゃいじられるわ、あんなカツ丼はね、あれはびっくりだよ。めっちゃびっくりした。昨日カツ丼食べてはいいな、いいな、いいな。カツ丼いつから食べてないかな。でも最近はタピオカと、タピオカと石津さんバブーがいいと思う。あ、賛成賛成、ミキもバブーがいいと思う。バブー、石津か水木です。石津か水木ですとかでもいいんじゃないかな、ちょっとバブーだから。石津か水木です。
そう、伊勢本当に真っ白だから。そう、あの白飛び話伊藤美希です。白飛び話伊藤美希です。伊藤美希はめっちゃ言ってた、白飛び白飛びって言って、あの動画撮る係してたんですよ裏で。そう、それでいや本当に白飛びすごかったからね、めっちゃ白飛びって言ってた。壇上もおなじみさんが変わらずいて安心ですね。それはわかる、みんなね来てくれて嬉しいよ。嬉しいよ。こんにちは青い方。あー七夕の方もこんにちは。あ、可愛い学校に出てきた。やった、ありがとうございます。ニキちゃんも白飛びするかな。ないな。伊藤美希は白飛びないかな。いや本当に石津のシェア半分分けてもらっても多分全然大丈夫なぐらい。地獄標で君が選んだ春か。それはもう10期みんなで公演出たい、11人で公演出たいけど11人公演なんてないですよね。結構夢、11人で公演出るの。あ、今日カラオケあります。もうそろそろ歌った方がいいんかな。遠くにいても空は続いてる、生まれた街とつながってる、雲と心はいつでも自由に行ったり来たり、遠くにいても。そう、みんなで揃ってね、渚のイメージしたい。パンプかパンプかパンプか。あ、うまいギフトもありがとうございます。遠くにいても遠くにいても遠くにいても、10期生に1人助っ人呼んで12人で仰がえるとしたら、誰だろうね、誰だろう。誰だろう、誰がいいかな、誰だろう。ハートありがとうございます。マイキコさんとかとかとか、ねえ、マキゴさん。え、長坂さん、何さ踊れるんですか。え、それはすごすぎ、すごすぎ。え、それは、え、すごいとか言っていいのか分かんないけど、え、すごい、え、すごい。リップがもう夏だからぬるま湯って感じがする。すごい、ぬるま湯なリップ。そうなんだ、マキコさんプラス9期生の公演だって、見てみた。見ようっと、ケッツ公演見ようっと。んまんまっす、やんまんまっす。最近謎にマンモスって言っちゃう、めっちゃハマってる。マンモスマンモス、んまんまっす、マンモス。え、なぎさのイメージ好きな先輩多いんですか。なんて嬉しいこっちゃ、それ嬉しすぎる。もうね、嬉しいね。古畑さんがね、なぎさのイメージ好きとかも、もう目の前でめっちゃ歌っちゃおっかな。めっちゃ歌っちゃおっかな。恋のワンツースリーだっけ、なんだっけ、あれなんか座って歌っちゃうみたいな感じの歌ですよね。何歌おうかな。今日めちゃめちゃ汗で、汗じゃない、汗で声出なくて、ち
っとね、本当は特にと思ったことしたんですけど、ちょっと歌えないからまた今度歌います。何しよう、低い歌は歌えないさっき声出ししたけどめちゃめちゃ低い声出なかったから。フルハートさんと話したことありますか？エコパの時に衣装部屋で本当にちょっとだけね喋ったことあるけど、多分ね覚えてないと思う。古畑さんはこっちが一方的に覚えてるだけで、うん、あなたの彼女になれまさか、てて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 、ててうわピカってなるね。ショールーム重たいんかな。転がる石になれ、え、何にしよう、ピカってきますよね。なんでなんで、あ、すごいヘビロテが2位に入ってる、このカラオケ配信で。迷った時は意外にマンゴーとかね、すぐマンゴーするから。ちょっと時間ギリギリまで撮っかな、久しぶりだし。どうしよう、チキンない、あ、強がりだけにしようかな。あ、強がりだけいけるかな。強がりちょっと待ってね、強がり時計を止めて、いけるかな、ちょっと頑張ります頑張ります。雨降ってんのかな。うわー、でも降りそう、めっちゃ降りそう、めっちゃ降りそう、めっちゃ降りそう。ストピン、ストピン、ストピン。だるま、ありがとうございます。横。頑張ります。強がり時計にしようって曲目は。夕暮れ街角の。ストピン、ストピン、ストピン。歌います。頑張ります。天気怪しいね。はい、じゃあ1曲目は。SK48 で強がり時計、声出ますように。Okay.
しゃっくりしゃっくりが、波打ち際何しよっかな。これとか歌えるのかな。やめとこ、ちょっと怖いどうしよっかな。ちょっとね、これを今めちゃめちゃ歌いたい気分めちゃめちゃ気分だけど、めちゃめちゃこれを歌いたい気分なので歌わせてください。さいさいさい、うまーギフトありがとうございます。かわいいギフトもありがとうございます。よし歌うぞい。ぜい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 、ラストアイドルさんで愛を知るです。お、初めましてだって。初コメかな。え、シュールな、シュールなわしさん、おしさん、え、面白い面白いアバターさん、よかったらフォローお願いします。歌います、そして歌います。あ、言った曲名、言っちゃった愛を知るです、どうぞ。Mステさんで歌ってましたよね。歌詞が良き。生きたらいいことあるもんさ、自分のことがずっと嫌いだったんだ、死んでしまいたいと思ってた。やりたいことなんか別に何もなかったし、将来の夢を考えたこともなかった。学校なんかなければいい、友達は一人も欲しくない。どうして僕は生まれたのか、命の使いに自分誰しかない膨大な時間と怒りと絶望を紛らすには、世の中全力で走るしかなかった。君と出会って泣いてきた、なぜか涙が止まらない。心を閉ざしてた僕が同じ痛みを感じた存在、目の前にいる君を抱きしめたいと思った。これが愛と知って、もう一人の自分に気づく。自分は変わるなんて信じられないよ、だけどうちの僕がいる。誰かと話したいなんてありえなかったし、明日のことなんか楽しみにしたことなかった。未来はいつだって言ってて、世の中面倒だと思ってた。どうして
して人は生きるんだろう。何を残したいって言うんだ。たった一度きりの人生だけど捨てたもんじゃないってことさ。今日よや今になってわかった気がするよ。君の胸で泣かしてくれ。今日まで来ててよかった。なんて素敵な世界だろう。ぬくもりに僕は包まれてる。ずっと探していた生きがいはそこにあった。これが幸せなんだ。気づかせてくれてありがとう。ああ大好きだ。やっと出会った大事な人がここにいる。ああ大好きだ。君のために生きる。出会って泣いてきた。なぜか涙が止まらない。心を閉ざしてた僕が同じ痛みを感じた存在。目の前にいる君を抱きしめたいと思った。これが愛と信じてもう一人の自分にきっと胸で泣かしてくれ。今日まで生きててよかった。なんて素敵な世界だろう。ぬくもりに僕は包まれてる。ずっと探していた生きがいはそこにあった。これが幸せなんだ。気づかせてくれてありがとう。とにかく生きてや誰かと出会って愛を知ろう。ありがとうございます。愛を知ら、でも知ら、知ら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 、あと5分だ。なんか一曲大丈夫そう大丈夫そうかな。大丈夫そうですか。切れちゃったね切れちゃったよ。切れちゃったけども、切れちゃったけども、大丈夫そう。そう、歌詞がめっちゃ良くて、ちょっとね、ジュッキに対する思いが合ってるんじゃないかなと思って歌ってみたよ初見さん、初コメかな。ありがとうございます。よかったらフォローお願いします。そう、ちょっと合ってない、ジュッキーへの思いとかそう、ちょっと合ってそうだったから歌ってみた。ラスト何にしようかな。10期生の、あ、10期生です、10期生ですSK48 の10期生です。何しよっかな。ちょっと待って、昨日よりもっと好き。1時間って短いね。君の瞳はプラネタニュー。暑い、クーラーつけてるのに。何にしよう何にしよう。転がる石なら入ってる。4分からスタートしたから4分に終わればいいのか。了解です。失恋ありがとう。シンデレラは騙されない。
でもね、公演出てからね、青鴨の歌を歌いたいなっていう謎のあれ謎のあれ、何、謎のあれ、あれ、こだわり謎のこだわりがある。正常を守りたい、制服を脱ぐまで。あ、センチメンタルトレンとか言ってる。どうしよっかな。そう、まず公園でね、初めましてがいいから。どうしよっかな。めっちゃ迷っちゃうめっちゃ迷ってるよ。あー、これ歌いたい。歌えるんかな。え、なんかあの、いや、歌えなかったら、あー、初見さんだ。奇跡の、奇跡の初見さん、ありがとうございます。よかったらフォローお願いします。あの、歌えなかったら切ります歌えなかったら切ります。でも一時これめっちゃハマってて、めっちゃ歌ってて、めっちゃ聴いてました。と、横山由依さんと島崎遥さんで友達でいられるなら。歌えなかったら切るドン。友達でいられるなら、こんなに苦しくはなかっただろう。この胸が張り裂けそう。どちらかが傷ついても、赤い血を流しても、僕たちの恋の予感は打ち消せない。
この胸が高鳴っている。あ、君を抱きしめたい。友達じゃなくていい。特別な人がいい。未来なんか見えなくたって。キスをしよう。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか初コメさんがいっぱいいて嬉しかったです。よかったらフォローお願いします。です時間配分だった。よきよき。今日は調子が悪くてね、あの聞いてね、あ声も歌も全部申し訳なしです。次夜にやった時はね、もうちょっと上手く歌えるように頑張ります。通算200曲目だって。これはお寿司かアリトンです。待ってます、待ってます。推しにしていいですか。ぜひぜひぜひ。歌唱力出られますか。出ます、出ます。もっと練習します。お、ビギナーさんだって。おいっす、おいっす。よかったらフォローお願いします。いいね。お昼ご飯、お昼ご飯ミキも食べたい。おめおめおめ。よし、ランキング見ます。10何位からだっけ。3位か。13位、デレレレレン、ヨウさんありがとうございます。12位、デレレレレン、ダーさんありがとうございます。11位、デレデレレレン、アーさんありがとうございます。10位、デレデレレレン、シーさんありがとうございます。9位、デレデレレレン、ナーさんありがとうございます。8位、デレデレレレン、キーさんありがとうございます。7位、デレデレレレン、ヨウさんありがとうございます。6位、デレデレレレレン、マーさんありがとうございます。4位、デレデレレレン、リョリーさんありがとうございます。4位、デレデレレン、あ絶対変わったでしょこれ、絶対変わったよ。もう一回やります。13位、デレデレレン、ヨウさんありがとうございます。12位、デレデレレレン、ダーさんありがとうございます。11位、デレデレレレン、アーさんありがとうございます。10位、デレデレレレン、シーさんありがとうございます。9位、デレデレレレン、キーさんありがとうございます。8位、デレデレレレン、ヨウさんありがとうございます。7位、デレデレレレン、マーさんありがとうございます。6位、デレデレレレン、リさんありがとうございます。5位、デレレレレン、なんて読むんかな。5位はね、アットマークナさんありがとうございます。4位、デレレレレン、ナさんありがとうございます。3位、デレレレレン、ツーさんありがとうございます。2位、デレレレレン、デン、ヒーさんありがとうございます。1位、デレレレレン、ドーさんありがとうございます。でで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 でにっこり笑って挨拶してみましょう。はじめは小さな声でもしょうがない、すごいつつでいいから。やっぱりね、ちょっと公演の話はね、泣きそうになっちゃうのでできませんでしたできませんでした。ということでブログに書こうと思うので、ブログ読んでください。5位はサーさん、サーって読むんだ、了解した。お疲れ。シャン。はい、呼んでください。ねえ、いつになった。ね、もう本当にこの2週間でね、もう涙腺おかしくなったと思う。涙腺多分なくなったと思う。そう、本当にもしね、ミオタンファンの方がいたら本当に感謝です。はい。もうミオタンにはたくさんお世話になりました。本当にありえないぐらいお世話になったので。ミオタンファンの方にも感謝です。ミオタンファンの方はもうね、いいことしかないと思います押しててよかったしかないと思うよ、絶対泣かないよ泣かないよ。ということで、じゃあブログに書こうと思うので、よかったら読んでください。そう、素敵な関係が築かれました、私たちの間で。おー、初見さんだ、またまた。よかったらフォローお願いします。ということで、1時間制限というものがあるので終わりたいと思います。
バイバイ。あ、スクショタイムしてなかった。リップ塗ろう。もう絶対1時間超えてるこれ。ちょっと数分は許してください。何がいいかな。頑張ります。はい、オッケー、ありがとうございました。100枚スクショしたよき。お、同じ名前の方発見。初見さんだってよかったらフォローお願いします。ほぼ半面。あ、じゃあほぼ消してください。お願いします。頼みました。じゃあまたね、次の配信の時にまた会いましょう。練習頑張ります。グバーン。半面はいらないよ、消してね。ミクの余裕で1時間配信してた。さすが、もうおしゃべりマシンだからね。もう本当に、あ、違う、マシンガントークだからね。バイバイ、グバー、またね。お久しぶりに来てくれてありとん。グバー、いっぱい振るね。バイバイ。痛い。最近股関節、違う、関節めっちゃ鳴るんですよ。と恥ずかしい、踊ってる時もパキパキ鳴るから。グバー。どうやって消すんだっけな。 OK、 グッバー。